おはようございます、釣り子 TV です。今日は立石を待ちぶらり。のぶよこちゃん映えますよね。こういうところに皆さん遊びに来てくださいね。ホームヘルパーさん大募集してますんでね、立石に。酔っ払ってますか？酔っ払ってます。いい具合に酔っ払ってます。こっちからもいいシルエットできる。ほんとだね。テキーラグイッター煽って。テキーラじゃないよ、ホロヨイ。ドブロクだよ。ドブロク。ドブロクのカモス香りとか香ばしいね。香ばしいな。ごディープな街ですね。いやあ、秋だったかな。ああ、でも美味しそうなお店いっぱいですね。これでちょうどか。立て石で待ってます。長野の人喜んじゃうんじゃない。はい、酔っ払った映像からスタートしましたが、釣り具屋さん巡りをしてきたんですね。まあ結構な距離走ってですね、いろいろな中古釣り具店から大手量販店までですね、ぐるりと、回ってきて、いろいろで小物をね、中心にいろいろ買い足してきたんですけども、まあ何買ってきたかななんていうのをちょっと、紹介していきたいと思います。まずですね、中古釣り具屋さんでですね、これ G7 のね、なんか高密度8本よりPEラインのね、40LB って書いてありますけども、 75m 巻きなんですが、こんな感じでね、すごい使いやすそうな色で、で、8本寄りってね、ほんと金具とかしてもこうパチンってまっすぐ戻しやすかったり、あとはね、今年ちょっとこういった糸をね、リールに入れて、フロッグの釣りね、あれをもう一回ね、ちゃんと勉強し直そうかななんていうふうに思っていて、そこでなんか具合のいいPラインを使いたいなと思ったところですね、これが中古で、中古なのかなこれ、まあね、すごい安かったんですね、1149円。なんかセールとかやってたんですかね、タックルベリーだったと思いますけども、1149円でですね、ちょっといい感じの、PE ラインが売っていたので、買ってきました。このね G7 ね、関東だとね、その並んでるお店と並んでないお店あるんですけどね、結構、非常に信頼のラインメーカーなので、どうでしょうかっていうことで試しにですね、今年ちょっとこれを、5つ目のリールに入れて、でカバーをね探っていく、こんな釣りに、使っていこうかなっていうふうに考えております。で、中古で買ったところでいくとね、これがねいい感じで売ってたんですよね。これね、スモラバで一番好きなエグジグのね、あとこれ特に好きなね 0.9g、これがね、中古で1個ね、324円で売っていたんで、0.9g だけね、こう、狙いすましたようにね、ほじくり出して買ってきました。で、これね、一番もうほんと最初期ですよね、昔のですよね、まだ3種類しか重さの展開がなかった頃だから、ほんと一番初期の頃のエグジグなんじゃないかなって、こう、ちょっと、パッケージも色を褪せてるっていうか、焼けてますけどね。まあここら辺は、5g から選べる展開になってるんで、比較的、最近のやつなのかなってことで、まあちょっと青っぽいカラーと、あとね大好きな、茶色っぽいカラーが中古でね売ってたんで、これもエグジグもね、ちょっとボックスに入ってないと心配なんで、で特に、0.9g が自分好きなんで、0.9g シリーズの中で一番信頼してるエグジグが中古で、売っていたよってことで、これね4つも買ってきました。で、まああとね、ちょっとうなぎリグみたいなのをやるとき用にね、これまた FPP フックのね、40番ですね、 FPP フックの40番ね、並木さんの顔書いてありますけど、まあ、5つ目ね、でこのちょっとズレ防止の細かい仕事がしてあってっていう、これ新品でね、買ってきまして、で
で、あとね、これお得用のね、スプリットリング、あの100個入りね、ハードスプリットリング特用ってことで、プロフェッショナルパーツって書いてありますけどもね、これサイズね、0号とサイズ2号、まあ、18ポンドと40ポンドっていうことですけども、これがねいっぱい入ってますね。ゼスタっていうところですね。ゼスタっていうところのスプリットリング、弾性の強い日本製ハードストレンレスを使用したスプリットリング、平打ち加工でパワーアップ、ヘビーユーザーに優しいバリューパックってことで、100個もあればねしばらく持つでしょう。何に持つのかって言うと、あのこの前あのいっぱいね、直リグ用リーダーレスダウンショットリグ用の針ね大量に買ってきましたけども、それに向けてねこういう小物があるとね便利っていうことで、これとあとこれね、あのちょっとこれは高級ですけどね、流儀のそういった、まあ、ダウンショットシンカーってことなんですけど、ここがラウンドアイに丸いアイになっていて、直リグなんかを作るのに非常にリグりやすいっていうね、この重りがねスーッとねカバーに入っていって使いやすいので、 7g とあとねちょっと重めの 10g ね、2サイズ買ってきました。これと、まあ、ここら辺を組み合わせてね、直リグ作っていこうかなということで買ってきたのと、でね目玉、これなんのことはない、あのスイベルじゃないかって思うんですけども、このねスイベルね、ルアーニュースの動画とかと記事で見たのかな、あのダイワのスイベルなんですが、なんとねスイベルにサクサスね、フッ素加工してるんですよ。これによってまあまあよく回ることが至上命題の、まあ、スイベルなわけですが、これがくる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 っていうのがくるくるくるっていう感じでね回ってくれるようになるんじゃないかっていうことで、サイズね6、8、どうだこうか、4番、6番、8番、10番ね、ちょっと飛ばした番手もあるんですけども、ちょっと自分がバス釣りで使いそうな、4つねとりあえず番手買ってきてみました。まあ小さい番手のやつはね、ダウンショットリグとかリグった時にそのちょっと上にやってその糸よれ防止に使ってみたり、まあはたまたねこういうリーダーレスダウンショットのこれにつけてあのくるくるくるって、なりづらくする、そんな時に、使ってみたり、あとはね、うなぎリグですね、うなぎリグをリグる時にね、ちょっとこの前スイベルなかったんで、スイベルなしでうなぎリグ作ってもらったんですけども、ちょっとこういう大きめ丈夫めこういったスイベルを入れ込んでくるくるくるって回るようなね、愛の部分、作ってみようかなっていうことで、1個ね248円っていうことで、まあスイベルはね、あとはヘビーキャロライナリグとかね、まあキャロライナリグ、その他はたまた何ですかね、まあ餌釣りも自分なんかやるんでね、そういった時もくるくるくるって回ってくれる方が本当気持ちいいんで、 D スイベルっていうことで、ダイワニュープレーティングテクノロジーによる驚異の回転力スイベルです、釣りがさらに進化しました。細かいことをなんかやってくれますね、最近のボールベアリング入りのねやつって結構あれ2個で500円ぐらいしたけど、結構ボールベアリング入りスイベルとかね、あれが究極にはいいんでしょうけども、高いなーなんていう時とかに、まあこれねちょっと480円で数もねいっぱいそれぞれ入ってるんで、まあ、こういう小物に気使うとね、いつかいいことが起こるんじゃないかな、デカバスを狙っていく時とかね、なんか絶対いいことが起こるであろうということで、今回ですね、
まあ全部買いではなかったんですけど、比較的大人買いの4パック一気に買ってきていました。というわけで、まあなんだろう、ワームの釣りとかを快適にするためのグッズが中心ですかね。こんな感じで、まあ往年の名作エグジグとかね、あとはまあこういった100個、まあこれで200個ありますからね、あのハードスプリットリングであったり、あと使いやすいシンカーとか、あとはね、あの技術の、台場の技術の水を、出して作った水ベルトがね、こんな感じで買ってきましたよ。まあね、ちょっと酔っ払ってる時に出すとバチャーンってね、やっちゃいそうだったんで、今ね、あの、買い物から戻ってきて、だいぶ今正気を取り戻した状態でね、改めて、何を買ってきたかっていう感じでこうお店を開いてみているんですけども、まあ、これでしばらくね、当面あの小物類はね、あの快適に過ごせるんじゃないかななんていうふうに考えております。でまたですね、あの立石ね、あそこはちょっと水餃子食べに行ったんですけどね、非常に趣のある美味しそうなね、また街並みがね渋いんですよね。あーディープな街だなと、これはちょっと大変な街だなということでね、またねチャンスがあったらああいったところもね遊びに行きつつ、まあ、釣り具屋さんも行きつつ、もうハイシーズン突入してますからね、釣りを楽しんでいきたいというふうに考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、釣り具屋さん巡りでこう小物をいっぱい買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。